群馬県庁前橋25人衆は、明治時代初期、群馬県令梶取とりそび子と協力して、前橋市に県庁を誘致した、前橋の有力者25名を指す。梶取とりそび子かじそび子が県令を務めた、熊谷県は、養蚕、製紙業が盛んな上、や山茶の産地でもあり、当時の日本経済の屋台惚れであった。その熊谷県が、1876年に、 群馬県と埼玉県に分割され、梶取そびこは第二次群馬県の初代県令となった。当初県庁は高崎に置かれることになったため、梶取そびこは高崎町民に協力を求めたが得られなかった。そこで下村善太郎を中心とした前橋の有力者25名は市販学校の建設や衛生局の設立などに資材を投じ、 物心両面からかじ取りの県政を支える決意を示した。かじ取りそびこはその熱意に感動し、県庁を前橋に移す決心を固めた。1881年に県庁が前橋に置かれることになり町の繁栄の基礎が築かれた。県庁移転費用調達の協議会では、下村善太郎が1万両出すからと唇を切り、ある不号に、 三千両出してもらえないかと持ちかけたところ、二十両でも出せないと言い上がったため、怒った、勝山総三郎がこの不合の頭を二つ殴り、一打ちが千両として、二つ打ったから二千両増して三千両、出しましょうと言ったので、目標金額の三万両は即座に集まったという。中心人物の下村善太郎は後に、初代前橋市長となった。九百十七年四月、 前橋市政施行25周年を記念して、下村善太郎像の前に、県築記念碑が建設され、そこに25人の氏名が記された。なお、下村善太郎像は戦争で教室されてしまったが、県築記念碑は、前橋東照宮の南側、前橋公園休憩スペース北側に移設されており、今でも見ることができる。下村善太郎前橋25人衆とは、 次の人物の総称。下村善太郎、勝山玄三郎、勝山総三郎、須田伝吉、大島記録、市村良平、江原義平、竹内勝三、横川十七、松井林吉、鈴木九太郎、荒井友七、荒井九七、深町大五郎、八木原三大吉、筒井勝二郎、中島正五郎、田部井宗介、武田智七郎、 横川吉次郎、産方八郎、桑原重平、大田力蔵、久野幸と、櫛田総三郎県庁移転以前にも、前橋町人は、金糸などであげた利益を、自らの懐に溜め込むのではなく、町の発展のために進んで寄付を行っていた。前橋城市江戸時代末期、度重なる利根川の洪水で侵食された、前橋城から藩主が川越え去った後、 町の衰退を嘆いた領民たちは、藩主の記状を格作し、嘆願書を提出するなどしていた。しかし、当時の幕府は、城の増改築でさえ認めることは稀であった。しかも、移転に際しては、莫大な費用と労力を要することから、実現させることは、非常に困難であった。しかし、その後、利根川の反乱に対して、治水事業が進んだことから、天保年間には、 前橋上廃場の直接の原因は取り除かれていた。その後も、町人有志の嘆願は続き、ついに、前橋藩から白斎畜内願書が提出されることとなった。その後も二度にわたって白斎畜内願書が提出された結果、幕府から前橋上地畜と藩主、松平直勝の異常が内奪された。この時、前橋藩松平家は、 歴代続いている財政の急防状態に加え、台場警備などの財政負担もあり、財政的には多難な時であった。そこで期待されたのが、領民からの調達金である。未だ採築許可の下りない時点で、町民有志、荒井九七らから1万両ほどの採築資金が集まっていた。大口出資者は主にキート商人と米商人であり、彼らを中心に、 多くの町人たちがほとんど全町を挙げて、再築に協力しようとした。最終的には7万両余りが調達された。臨港各本館は1884年9月、県令家取りソビコの提案により、下村善太郎ら地元有志や企業等の寄付により、迎賓館として建てられた。1893年の明治天皇の行行の際に、 安在所として使われたのをはじめ、大正天皇も滞在するなど、多くの皇族が利用した。また、本館建設にあたって、市内の有志が惜しみなく協力したことに感動した、かじとりそび子をはじめとする、県職員は、茶室を寄贈した。茶席は詫びに徹した、草案茶室で、京都の茶室大工、今井源米によって、明治17年11月に完成した。ありがとうございます。